現ナショナルチームの荒木選手に来ていただいてます。お願いします。はい、じゃあ荒木選手、僕ちょっとラケット変えたんですよ。これまだちょっと発売してないんですけれども、今日はナショナルチームと練習していくぜー。いやー、今日はですね、現ナショナルチームの荒木選手に来ていただいてます。お願いします。はい、じゃあ荒木選手、なんとですね、今年からヨネックスに入社したということで、ヨネックスの新戦力です。頑張ってください。毎回ね、ヨネックスの新戦力シリーズをやってるんですけれども、一番まともな多分登場ですから一番まとも毎回いつもみんななんかやらされてるんだ、やったらチャンネルよかったちょうどいい相手を用意してきたんで、おう、うん、まあ、そこそこなやつらです。そこそこなやつら、そこそこなやつら、まあまあちょうどいい感じ、ちょうどいい感じじゃないかな、俺が思うに。6人で、6人ちょうどいい、6人揃ってまあ1人分ぐらいなんじゃないかな。おい、ちょうどいいやつら、おお、ちょうどいいやつらでーすちょうどいいですちょうどいいやつらあーほら、あーやばいやばい、やべえ、女子のが尺長いぞこれ。ラケットカップ来たぞお願いします。いやこういうもんなんですか、唐突だもん助けてー、 S マン、 ベイマン、待て待てー、なんだあいつら、トゥトゥ、俺たちが S バリマン、V バリマン、参上！説明しよう、 S バリマン、桂、柴田、徳川、黒木も引退か、もうヨネックスも終わったな。待て、俺たちがいる。何？みんなの期待の5つ星ヨネックスレンジャー。何ですか君たちは。私が倒してあげましょう。まとめてかかってきなさい。どうもー世界ランキング1位です。今日はですね、荒木選手と、まあ、ちょっとボレーとか、まあ、ランダとかしていくわけなんですけれども、僕ちょっとラケット変えたんですよ。これまだちょっと発売してないんですけれども、僕の普段使ってるジオブレイク 70S の新色ということで、これから僕はこれを使ってプレイしていこうと思います。ほら、あゆ太郎って書いてるちょっと見えるかな、いつも見えないんだよねこれ。はい、結果僕も荒木対等です。あら、ほんと？どこ？もうない。あじゃあちょっとね、ボレーと、まあ、あとでね、ちょっとコツとか聞きたいと思いますので、次回ですね、ちょっと次回の説明もしちゃうんですけれども、次回なんとちょっともう一個新商品があるので、そちらの紹介も兼ねてね、次回の動画もお楽しみあれということで、じゃあ早速今日やっていきましょう。やーやーあゆ太郎チャンネル。
ちょっと今ボレーボレーやったんですけれども、何かボレーボレーでコツとかあればね、ちょっと教えてもらえたらなと思うんですけど、何かありますか？僕はそうですね、2つ意識してて、はいはい、どのプレーにおいてもそうなんですけど、面残すことですね。やっぱりこう潰したりしないで、はい、どうしても僕も昔癖あってこう下向いてたし、あーでもやっちゃいそう、こうやって、はい、俺も緊張した場面とかめっちゃやってましたね。なんでできるだけ遠いとこも残すみたいな。そうですね、ちょっと残してあげて。あ、これはいいこと聞きましたね。はい、面をどこでも残す。やっぱ遠いとこってどうしてもこうやりたくなっちゃうよね。まあそうですね、怖いというか、はい、あとはもう一つはできるだけあの、まあ、試合想定してというか、はいはい、まあ、自分の中で変えてるんですけど、うん、一つは、まあ、ちょっと止まったままで あえて、はい、反応するのと、はい、あとはかかと浮かして、へー、常に足浮かしてるようなプレー、はいはい、この2つちょっと意識しながらやってますね。じゃあ皆さんもね、これちょっと今参考にしてちょっと実践してみてください。そんな簡単にできるもんじゃないと思いますけど。じゃあ次、ちょっと次ランダーしていきましょう。はい、いきます。僕よく上松さんにこう、うん、フォーム似てるとか言われてるんですけど。あ、そうなんだ。マジで高校の時第1ぐらいまでめっちゃ寄せてて。あ、真似してたんだ。真似してましたね。それの名残がまだ出てる。それの名残がもうあって抜けなくなっちゃったそういうことね。じゃあ基本めちゃくちゃ似てるとかじゃないと思うんですけど。似てるっていうか寄せてたんだ。じゃあ寄せてたんですけど、うん、なんかそのうち抜けなくなっちゃいました。じゃあでもいいことじゃない。そうですね、うん、だからちょっとコメントとかではもうこれは荒木選手のフォームということで。あ、そういうことね。お願いします。皆さんお願いします。コメントお願いします。よいしょ、よいしょ。それで今ね、あの逆クロスで、まあ、前衛なんでね、今回逆クロスでランダしたんですけれども、ランダにおいて、まあ、何かコツあればお願いします。ね、僕は本当に一つだけで、まあ、ランダに限らず全部なんですけど、本当に力抜いて。ああ、確かにしなってたもんな、めっちゃ。もうスパーンって。そうすると意外と僕ちょっとフォーム、うん、あんま固定がないんですけど、ちょっといろんなボールに対応できたりとか、ちょっとこう、多分ランダ中になると思う。ああ、そういうこと、さっきも言ってたね。こういうボールだったりとか。決まったフォームがないみたいな。はい、あとは逆に、きつかったらコンパクトにポポンってこう打てますし、はいはいはい、力入ってるとそれができないと思うんで、うん、柔軟に対応するようなフォームを意識してるということ、はい、あとはまあ僕結構持つタイプじゃないんで結構弾いてくもんね。はい、もうサーブもそうなんですけどもうインパクトを重視して。ちなみにラケットとストリングとポンドスを教えてもらえますか？そうですね、ラケットはボルトレージ 8V のポンドス28で28ポンド、はい、やってます。あの実はですね、このストリングがニューストリングということで、あの次回紹介させてもらいたいと思います、はい、楽しみにしてください。皆さん、あの荒木選手今年からヨネックス頑張ってもらいますので、皆さん応援よろしくお願いします。あとあのこのねラケットも
新しい、僕これから使うんで、第2世代のジョブレイク70Sの新色、ちょっとボルトレイジの紅に似てるなと思って最初。そうですね、でも僕結構好きっす。俺も好き、めっちゃよくぞ出てくれたと思った。なんかいつもボルトレイジばっかりこうさ、なんていうの、この単色が出て、あ、まあそうですね、はい、やっと出てくれたかということで、ありがとうございます。これ多分人気出るでしょ、100%。僕結構本当に思うのが、うん、こう会場とか行くと結構赤って目立つよ、目立つし、かっこいいなって。これかっこいいからジオブレイク民にする説出てくるよね。僕中学生の時は絶対ねえ対中学生心をくすぐるよね、これは。かっこいいです、男心をくすぐります。こちらもちょっとまだね、販売はしておりません。つばえびこちらになっておりますので、皆さん楽しみにお待ちください。TikTok とかショート動画でもね、こちら試し打ちとかいろいろやりますので、そちらもね、フォローしていただけたらなと思います。じゃあ今日は終わりたいと思います。ということで、この動画がいいねと思う方はグッドボタンします。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンします。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。指導、企画、バラエティ、ソフトテニスの全てを詰め込んだ YouTuber あゆ太郎、その一球に込められた熱き思いは人々をテニスコートへ駆り立てた。